去年落合がジャイアンツに加わりました。4番の座を落合に分け渡しましたが、しかし野球をやる以上常に4番を打つつもりでやっている、そう話しています。今年マック広沢ハルウェルが加わったジャイアンツ、原にレギュラーポジションは用意されていませんでした。しかしそれでも原はこう話します。いつか優勝を決める試合に必ずまた4番を打つ、そう話す原が大事な大事な場面で右のバッターボックス。強気な野村がこの場でね、八木沢コーチが出てきて変える変えないというちょっと間がありましたから、はい、その間でピッチングが一気に丁寧になりましたね。インコースから入ってきたかったはずがアウトコースから入りましたね。ん？お、立ち上がった、立ち上がりました。原との勝負を避けて選択したのは落合との勝負です。落合と勝負します、あるいはピッチャーを変えて落合と勝負するということも考えられます、はい、これは第一打席もハウエルは半ば敬遠気味でしたから、今日2度目落合の前で敬遠です。これは大変なことになりました。やはり出ます、ピッチャーを変えます。ここの両チームの計算というんでしょうか、はい、そう元木が送られています。さあ落合対森田、これは落合としてはもう何が何でもヒットを打たないと4番としての面目が立ちませんね。気持ちをぶつけていくということですね、はい、だから技術的な勝負じゃないですよね、はい、実はこの落合、三冠王落合と言われる落合博満にして最も苦手なピッチャーが今マウンド上の森田なんです、はい、最近5年間の勝負を見ていましても24打数でわずかに1安打4分2厘しか打っていません。5年間でたった1本しかヒット打ってないわけですからね、はい、ただしかし今はおそらくそういったデータを超えたところで勝負をしているんでしょう。森田自身、ここで近藤監督が外野の守備を変えるようです。高橋がレフトに行きます。レフトを変えました。強肩の高橋をレフトに入れています。森田自身は巨人戦で特に好調な理由を聞かれますと、特にわからない、ただ相手の年俸は自分の何倍もある選手ばっかりなので打たれて当然思い切って勝負できるんです、そう森田は話しています。まあ、森田にしてみれば、はい、この落合に対してインコースのストレートが基本なんですよね。で、まあ、2球ボールになりましたけど、落合が打って出るのにこのインコースのストレートの甘いやつが最後まで辛抱強く待てるというんでしょうかね。それで来た場合にその一振りにかけれるかどうかでしょうね。目の前で2度にわたってバッターが牽引されて4番勝負ということになりました。落合強気でしたね、はい、インコースのストレートノーツーになってね、間を取って1球見るのかと思いましたら、それを1本の甘いのやっぱり待ってましたね。そしてこの桑田の走塁、何が何でもホームに帰ってガッツポーズ。これは完全に待ってましたね、はい、このボールを。この集中というんでしょうか、これができるところにね、はい、やっぱり凄さがあるんでしょうね。
よしという落ち合いです。ついに点